私とあんたでーす。こんにちは。明けましておめでとうございまーす。いやもう本当にあの去年からね始まったんですけど、そうですよね、去年の2月から始まったんですけれども、本当にまあ10ヶ月ちょっとですけどね、あの去年本当にあのね唐突にトークが始まってますけど、そうですよ、ご視聴いただきまして本当にありがとうございましたっていう、そんなまああれですよ、挨拶からですよね結局。それ僕がそれ振ろうとしたそうですか。まあそんなね、まあくだらない、私のくだらないトークから。まあ、いろいろありましたけれども、まあ、くだらなくはない。くだらなくないんですか？まあでもまあ、いろいろね、まあ事件があるっていうか、まあ、ちょっとね、あんまりふさわしくない会話もあったりしながらも、まあね、まあいろいろピーとか入れながらもね、入れたのマシやけど。やってたってわけなんですけど、まあ中でもやっぱりね、いろいろやってきた中で、本当に初めてそのゲームをやったんですけどもね。まあ、やっぱり最初は、わけわからないじゃないですか。基本的に。今もわけわかってない。まあ、今もわけわかってないんですけど、まあ、当時ももっとわけわからなかったですよね。まあ、中で、結局いろいろやってきた中で、なんかあれ何ですか、なんかあれって何今までいくつかやってきたゲームの中で、はい。なんか、これは、例えば面白かったなとか、はい、ああ、いや、なんだかんだやっぱり印象に残ってるのは、さんまさんのゲームですよね。さんまの名探偵。そうですね。まあ、結局、最近やったり、ね、まあ、基本的に私は、関西人なんで、やっぱりそういう、馴染み深いとかね、まあ、昔からこう、子供の頃から馴染みのあるっていう。芸人さんがね。そうです。しかももう、本当に大ベテランの芸人さんとかの名前とかも忘れてたような。うせや。名前とか出てくるわけじゃないですか。そのたんびに覚えた。そう。だから、うわ、懐かしいなーっていうのはありましたよ。だからそのゲームだけじゃなくて、まあ、教習に変えるっていうかね。うわー、懐かしい。ノスタルジックな。そうそうそう、そういうのも含めて、はい、まあ、それもは、ゲームとまた別のところで、あ、なんか懐かしいなーって。まあ、当時、発売された当時の芸人さんが活躍しとった芸人さんやからね。で、他のやつはもう本当必死ですからね。やっぱり、あんな単発で終わるやつじゃなくて、まあ、基本他のやつは割と長いじゃないですか。まあ、ポケモンが一番長かった。なので、そのやること自体にも必死になってるんで、まあ、必死になっとったか。必死になってですよ、私なりに。ね、そのね、あんたさんから見たらちょっとね、不愉快な部分があったかもしれないですけど、私的にはもう全然必死やってるんですよ、途中でね、ゲロってしながら、だから泣きながらとかね、ありましたけども、まあまあ、でもまあ、基本的には。必死やったら、収録中に遠見れてくるよ。突然なんか気分がっていうのあるじゃないですか。まあ、それはしょうがないです。生理的な思いだから、ね。そうなんですよ。なので、もうそれ以外に関しては別にそんな特に問題なんかなかったんですけど、そうやな、まあまあ、その、思い出深いといえばもうそういう感じで。たまらないんだ。そうですね。まあ、まあ、そう。まあ、だから去年はそんな感じでね、ちょっと、まあ、見てる方にも不愉快な思いとかね、させてしまったな、なんて反省はしてるんですよね。いろんな意味で。酔っ払い配信って言ってるから。そうね。だから、でもですね。だからといって、それに甘えるわけにいかないじゃないですか。おそんなこと言うてええんか。なので、ちょっとさすがに今年はね、ほうもうちょっと、ちょっともうちょっと頑張った方がいいかなと思って、もうちょっと、ほんまに。ほんまに。ほんまに。なので、なんとかしないといけないなって、自分的にはやっぱ思ってますよ、そら。あと、基本ほら、真面目な人間だ。真面目な人間だ。基本、真面目に生きてきた人間ですよね。なので、本当だったら、もっと真面目にガンってやりたいんですけど、まあそこはやっぱお酒も飲んでることですからね。まあそうやし、あとまあ収録日がね、土曜日だけっていうのがあるんで、前回やったことを全て冒頭で、これはね、そうなんですよ。もうしょうがないんですよ。そうですね。基本的にね。僕はそれちょっと危惧してて、でまあ、危惧、結局、先週やったこと忘れてるわけですよ。
そうですね。うん。で、それ、しょうがないと思ってるんですよ。だって、やり慣れてない人が、一週間に一回、例えば楽器、ピアノのレッスンやるつたって、一週間に一回ちょっとでやばいですよね。そうでしょ。大体普通やったら家にピアノがあって、毎日やってますからね。基本的に。家にゲームがあるかさ、ないし、毎日練習できるかさ、そういう環境もないので、それはね、しゃあないと。あ、そうですか。うん。ただまあ、こう、ここ一年やってきて、で、じゃあ、今年、はいはいはい、どうしようか、みたいな話になると、はい、まあ、収録日増やすか、はい、小刻みにね、週2回か3回ぐらい、収録時間を短くして、もうやるかどっちかですね。そうそうそう。ことになってますよね。まあ、だから、やりたくないわけでも何でもないんですよ。まあ、あとほら、僕が今一生懸命やってるライブ配信なんかは、あれね。あれは結局、将来、やっぱり私さんに、まあ、メインのチャンネルなんでね、もともと。私君にやっぱり出演してほしいわけですよ。まあそうなんかもしれないですけどね、なかなかやっぱ時間的にね、この時間っていうのがね、結構な時間ですよね。だからネット環境があればいつでもできるわけですよ。まあそうなんですよね。昼間でもね。ああ、まあまあそうですね、うん、だけど基本はやっぱり皆さんこうなんだかんだ一日の仕事が終わって夜中にガサガサやりたい人って多いですよね。でもそうだから例えば私的には今土曜日収録してるでしょ、はいはいはい、その一部をライブ配信に切り替えて、まあ、それ全然大丈夫ですよね。その後にまあ収録動画撮ってとかやったら、うん、そうですね。それやったら全然 OK なんですけど、うん、まあだからネットを引くかどうか、ああまあそれですね、うん、なので、まあ、もう少しだからね、視聴者さんが増えて、うん、たくさん来る人が増えれば、はい、まあやりがいも逆に出てくるかなと、そうですね、うん、思うんで、まあそれまではね、僕は一人で今とかやってますけど、ね、まあだんだんそういう、形でね、定期的に見てくれる人をね、増やしていかなあかんなと思ってるわけですよ。はい。で、あとは、君の問題発言がライブ中に出ない。そうですね。私問題発言しませんよ。基本的に生だったら。酒の量をね、調整すればいいと思う。いや、っていうかやっぱりね、生やって思うと、言わないと思います。わからんで。あ、これはまずいと思って多分言わないですよ。バカでかいカメラがこっち向いてるわけちゃうから。あ、そうか。うん、こんなとこでな、そうそうそう、急にポソッと、ポソッとね、そうそうそう言ってしまうかもしれない。パソコンの中だけの話になってるから。まあそう。結構自分の名前割と言うから、君。ええー、いやいや、今んとこないけど。あ、言う、あ、そうね。普通に会話しとる。言いそうやなってことね。なんとかちゃん、とかさ。言いそうってことね。それ怖いのよ。確かにそうかもしれん。あ、それね。じゃあまあ、それも気をつけながらのことを、まあまあまあ、今年はね、そうそう、やっていこうかなっていう。だから去年の反省をちょっと踏まえて、いろいろこう。反省してますか？してますよ、それは。いや、いや。反省は私いつも、毎回やってますよ。子供の頃から。毎年毎年反省をして、今年こそあれをするとか。今年こそあれを頑張ってやろうとか、もう今までのことを思ってるんですけど、今年もそう思ってるんですよ。だから今年は何を頑張ります？今年ですか？え、何頑張ろうかな。いや、だから、いや、もうちょっとちゃんとね、イライラしないようにね、あんたさんに。わしがイライラしないようにってこと？あんたさんもイライラしなければ私もイライラしない。ね。それでやった方がいいかなと思います。まあ、慣れだと思ってるんですよ。そこはね。結局慣れてへんから、右往左往してしまって、そう、さっき言うたのにまた同じことやってるやん、みたいなのが、いや、それは、ね、同じことやってるやんって言うけど、うん、それを慣れてもらわな困る、うん、こっちとしても。違うから。うん、そうだ。いや、だいぶ慣れたね。そう、だからそれをもっと慣れてもらわないと、困るって話です。ね。じゃじゃ、あのね、きっと思うねんけど、ええ、まあ、あんたさんは例えばもう昔からゲームをやり続けてきてて、もう本当によく分かってんのよ。だから、うん、このなんかこうもどかしいこの動きにイラッとするんやけど、逆の立場から言うと、で例えばあんたさんがすごく苦手な分野を、まあ去年のね、
2月からやり始めたとして、まあたかだか10ヶ月の週1回10ヶ月で、じゃあ上手にできますかって言った時に、できない時にだからちょっと まだやってんのって言われたら多分嫌やと思うんですよ。まあそりゃそうやけど、そうなんですよ。だからそれをねペラ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 ね、あの平気で言ってる、今こうしてやって言ってるのもせえへん時やね。だからね、それしたくないんじゃなくてやろうと思ってるのに動かないってことなの。それが多分ね、分かんないと思うんですよ。いや、分かってるよ、もちろん。だからそういうのを、ペラ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 平気で言ってるね。あんたさんの、その、他に喋ることなくなっちゃうから。忍耐力を改善した方がいいなって私。じゃあ、ツッコミとしてね、はい、言ってることなんですよ。だから、僕としては。多少イラッとしてるのかもしれないですけど。あのね、多少じゃないですよ。あのね、結局、まだかいとか言うたやろみたいなツッコミしかでけへんくなってしまうから。いや、ほな、ほな、そやなって言います。そやなって言いますよ、じゃあ。まあ、私はそこはね、そやなっていうことにしますよ、そしたら。わしがもっと気の利いたツッコミができるんやったらええと思うけど、わし自身別にそんな芸人も何でもないから、その君のミスに対するフォローができへんわけよ。え、わざとなんって言ったらいい。わざとやってんのそれ。え、それわざとやでって言うから。違うやん。え、わざとやってんね、これ。盛り上げるために。って私は言います。盛り上がらへん。いや、でもまあ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 ね。だからそれもわかるんですよ。そのイライラするのもわかるんですけど。イライラっていうかね。もどかしいのよ。そう。だからもどかしいのを、耐えられるようにそしてもどかしいのを見てイライラしてるのを見て私も耐えられるようにしないといけないと思ってる。だから逆にツッコミどころが分かる。どうやってツッコんだいのか、ツッコまないのかスルーしたりスルーなんか私多分スルー黙ってスルーして、無言の動画になるスルーして結構多いからそれが、すいませんっていう、私が自分で言うてやもんなら言うてや言わへんやっていうね。まあ、そんな感じのことが多かったわけですよ。だから、こういう、このようなことが。まあ、なので、ね、まだしばらく続くとは思う。そうなんですけど、でもまあ、まあ、今年に関しては、それを、なんとかして、こう、まあ、改善した方がいいかなって、私自身も思ってるので、思ってるの？思ってますよ。私もそうですよ。なんだかんだ、それはね、そんな、不愉快な思いをね、しながら、っていうのもなんかあれですから、それはもう改善していこうってそれは思ってますよ。そうやな。悪意なんかないです全然。まあ、まあ、君自身は必死でやってるつもり分かってるから。本当必死なんですよ。いや、きっと長年ゲームをしてきた方にとっては、どこが必死ないと思うかもしれないですけど、だから苦手分野を自分が今やり始めたと思ってもらえれば。確かに必死になるかなっていうのを分かってもらえると思うんですけどね。まあ、そうやな。そうなんですよ。なので。わしが、じゃあ、明日からピアノ弾け言われてもそうですね。あ、そうそう、もう、また同じとこ間違えてるやん。また同じとこ間違えてるんで、毎週毎週同じとこ間違えるんですよ。でも、じゃあ今度こそ間違えんとこうと思って、練習していくわけですよね、そこのとこだけ。で、また先生のとこ行ったら、また同じとこ間違えるんですよ、大体。まあ、その練習する場所もないしな。そうそうそう。で、結局その繰り返しで、1年ぐらい経って、ね、平気で立つの、大体そういうのって。大して上達もしないまま。でまあ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 、でもそういうことなんですけど、私は違いますよ、でも。いや、私は違いますっていうのをここで断言したい。私は、言っときますけど、なんだかんだ、できる女ですよ。いや、本当に、これまで今まで生きてきた人生の中で、私今までみんなにこれ言ってきてるんですけど、できると思ったら全部できるって言ってるんです。私が今まで生きてきた中で、こうなるって思って生きたら本当にそうなんです。まあそうなの、それにも、そう、私は満身するからきっと、そう、これになるだろうと思ったら、そうなる。例えば私がすっごい大好きな男の子がいて、この男は絶対に私のことが好きになるに決まってると思ったら、大体その人私のこと好きになる。いや、いいけど、まあ、そういう系の話はいらん。いや、違うやん。だから、それで、私は、例えば、この、まあ、例えば会社に、絶対に必要とされて就職できるとか、このバイト先に、大学生の時やってるんですよ。絶
対に合格するっていうのが、うん、どんなに競争相手がいても、うん、そうなると思ってたんですよ。うん、だから今回も、ゲームもね、絶対に自分はできるって思ったら多分できるんだろうなと思ってるんで。思ってる。それだけ、もう本当に。だと、いや、そんな断言するやんだとしたら、思ってへんのんちゃうかってこっち疑いみたいな。根拠のない自信だけはあるんですよ。だから。ね、ほんまに思ってるんやったらいい。思ってるんですよ。でもそれには、さすがにちょっと練習する時間もなければ、ちょっと、ね。まあそこやね。そこなんですよね。うん、だそこは改善。なので、それがあれば、多分、あの、環境やね、かなりいい線までね。うん。いや、それはわかる。ことは分かってるんですよ。そうだから、環境は、今足りてへんだけやから、うん、そう週に1回って本当無理があんねん、実際。うん、なので、あの、まあ、ちょっと収録で増やすしかない。不愉快な思いをさせるのはここまでにしてね。じゃあ、だから収録日増やすしかないから、それやったら。何も私、あの、傲慢なやつでも何でもなくて、本当に、そういうふうに思ったら。いや、わしはね、君のこと傲慢やと思ったこと一回もないよ。そう、だからそんなことじゃなくて、本当にあの、だからそうやって生きてる人のこと尊敬してるぐらいですから、なんかそういうふうにして、いろんなこう自分のことをやってる人っていうのすごいなと思ってる。人、まあ、そうやな。そうなんですよ。どんなに人から非難されようと、まあ、そうやって生きてる人ってすごいなと思ってるんで。だから、多分、どっかの段階でね、ね、行けるときは来るんですよ。じゃあ、そこにその到達するための、うん、絶対、そう思い込んでやってるんですよ、ね。環境作りよ、まず。そうそう、そうなんですけど、なかなかね、それがね、ちょっと今のところうまくいってない。まあ、ちょっとだから、いつになるかわかんないですけど、うん、まあ今年言うても今年の終盤ぐらいまでかかるかもしれんし、うん、早ければ。お茶回して、お茶回して。今日ワイン飲んだから。お茶が回ってますけど。あ、そうですね。うん、早いうちにできるかちょっとわかんないけども。わかんないんですけど、まあどっかの段階でね、うん、ちゃんと やりたいなと思って。なんかもう本当にこう。いや、ちゃんとやらなくていいけどね。いや、まあでも基本的に自分ではちゃんとやってるつもりなんですけど、まあこの10ヶ月ぐらいの間ね、早々退治してちゃんとやってなかったなと思うんで、あの、ちゃんとやらないといけないなって最近本当に。10ヶ月だもんな。とはいえね、まあ4週間かける40回ぐらいですよね、結局。そう。たかだか。そう。なので、しかもほら、あれのせいで、2ヶ月ぐらい収録してね。あ、そっかそっか、じゃあ、8、4、4、3、3、そう、2週ぐらい。2週ぐらいですよね。まあ、そう考えたら少ないよ。そうなんですよ。なので、とはいえね、それに、だから、あかんかって、毎日は言わずに。人からしたらほら、1ヶ月分にしかならへんやん。30回なんです。そうなんですけど、まあでもまあ、ちょっとまあ頑張りますよって、うん、今年こそもね、まあ、環境作りからかなと思ってる。それがほんまにやっていく話になったら、うん、なので全然やる気がないとかそういうわけじゃなくてね、うん、まあもうちょっと頑張らなあかんなって自分で思ってる、うん、っていうことですよ、うん、君はね頑張ってるの分かっとるし、はい、ベラベラ喋りながらね、はい、それでもこうベラベラ喋りながら与えられたゲームを一応やってるわけですよ。あ、そうそうそうなん、あの、まあ、そうなんですよ、うん、酔っ払ってね、うん、とはいえ、ね、うん、やっぱりなんかこう環境だと思うんですよ、ね、あんたさんのね、心ない言葉にね、ちょっとなんかこうクッとこう言い返したりするっていうのが、まあ自分でも大人げないなと思いながら、バキッと来てるやろ、くそこのハゲてんけど親父とか思うわけじゃないですか、途中で突然。だからそれは別に逆に言ってくれてええで、何やねんこのハゲ親父っつって。私黙るかもしれんけどな、それ。まあまあでもまあ、そういうことを思うこと自体がもう大人げないので、なので。大人げない大人げないですよ。大人げないですよ。全然ね。え、何いつも。あ、そうね。いつもね。そうなんですけど、あ、それはね、よく言われます。大人げないまあその話また長くなる。そうね。まあでもまあ、あの、まあ一応大人なんで、そうとはいえ。一応な。なのであの、そういうね、ことも踏まえて、今年こそはね、うん、あの、ちょっと。まあいつになるかわからんけどね。わからないけれども、抑えながら、そういうのを、あの、ちゃんと真面目にね。今も真面目なんですけど、もっと真面目に、やりたいなっていう。なるほどね。そういう今年の抱負ですよね、それが。そうだね。はい。まあ僕はね、はい、
まあ、私さんはそれでいいと思うんですよ。はい。うん、で僕はだからその環境づくりが、はい、まあ、できないと私さんが結局いくら頑張ってもね、はい、週に1回の環境だったら、結局変わらへんと思うから、はい、そもそもどうするかね。なかなかでもそれがさ、そうそう時間ってないですもんね。ないんで。そんなに普通のね、一般の人もそうですけど、うん、月曜日から日曜日の間で、そんな時間ってね、そうそう、取れるかどうかっていう話なんで。まあだから、その収録しないでね、うん、収録外で、はい。ゲームの練習するとか。ああ、自分でってこと、自分だけで。それで、わしが横におってで、見えねんけど、はい。取らへんけど、ああ、もう、ぐわー、この指の運動みたいな感じですか。だったらほら、外が昼までうるさくても、ああ、そういうことね。うん、だ昼間、平日昼間やったら、まあまあ、そうですね。そうそうそう。今んとこほら、ちょっと、外工事してるから、ここ。まあまあね。どういう音が入るかわからんのもあるんで、まあ収録日って決めてやるっちゃ無理だと思う。うん、まあまあそういうのも込みで、うん、まあまあやる。だからちょっと、できればいいんですけど。ただその時にものすごい面白いプレイングが見れたら、はい、いや、撮っといたらよかったなってわし思っちゃうから、撮りたくなんねんけど。はい、あ、そうですね。ちょっとそれも含めてね、うん、今んところ毎週土曜日しか撮ってないんですけど、はい、まあもう一日、最低でももう一日ぐらい、平日昼間とかに、ちょっと私さんに出てきてもろて、はい、ゲーム、まあ、撮るのかやるのか、やるだけなのか、っていうふうに、うん、まあ私さんのね、時間的な負担も増えちゃいますけども、ちょっと、もし本当にやろうとしてもらえるならば、はい、考えてるんなら、ちょっとそこもちょっと。あ、まあそれは全然いけるんだったらいいんですけど、うん、っていう感じでね。はい。それ以外なんかないんですか？個人的にそれ以外になんかこう、痩せようとか。いや、痩せろって言ってるんじゃないですよ。それ言う。じゃあ今年の抱負として、なんか走ろうかなとか、痩せようかなとか、うん、まあ、ダイエットしようかな、もう痩せるばっかりですけど。うん、痩せろ言うてんのかな。そういう風なこととかも全然ないんですか。ないね。なしの感じで。まあ、やりますよ。やれって言うんだよ。やれって言ってる。やれと思ってる。いや、私全然、私痩せろ思ってる。いや、違う、本当に個人的に好きなようにしていただいたらいいんですけど、うん、私はね、個人的にはそれ以外のこの、ね、うん、これ以外だったら、筋力はつけようと思ってますね。ああ、なるほどね。やっぱし。なんだかんだ、やっぱりね。実際ね、このライブ配信を、ようやるようになって、夜中やっぱ酒とつまみでね、ものすごい来るんですよ。え、何が来るんですか？体重に。いや、でもね、すごい乗っかってる。それを、見た感じ、こう、パッと見た感じ、わかんないですよね。君はほら、毎週、わしの顔見てるから、徐々に膨らんでるのはわからへんかもしれんけど。たまに見た人がわかるってことですか？おかんとかな。ああ、お母様のね。お母様が見て、会うたんびに、また太った。あんたどうしたんと、何してんのと、うん。また太ったって。会うたんびに言わはんのよ。それいいなって返事するんですか。そうかって。うん、そうなのかって。そう。あ、そうって。しゃあないな。また。っていうか、まあだから。まあちょっと健康維持のためにも、ね。そうなんですよ。そんな痩せるどうのこうのか、うん、見た目とかそういうのじゃなくて、ね、まず健康管理として一般的な話として、うん、私的にもそのやっぱり筋力自体がどんどん、しかもほらこんな、まあ、ご時世でね、うん、家にいるとかなんとか言われてさ、うん、まあね、うん、全然みんな外出ないじゃないですか、引きこもりがね、そうね、そんな中で、ね、どんどん筋力は低下していく、うん、もう膝のね会社だけが儲かるわけですよ。あ、そうやね、そんなことって許せないじゃないですか。なので、私もね、そんな人にならないためにも、この時からね、鍛えた方がいいかなと思って。なるほど。今年は多少鍛えるとしても。そうそう、ちょっと鍛え、ちょっとね、最終的に痛い目を見る前に。あ、なるほど。まあ、それはわしもそれはそうやな。ちょっと頑張っとこう。どうならいいかなっていう。なるほどね。そんな感じです。はい。なので、今年はなんかそういう意味でもそれも込めて、もちろん収録も頑張りますし、うん、自分的にも。で、いざなんか、何これって思われたら困る。まあ、そうやな。いざ、まあ、いざって時ないんですけど、まあ、まあ、まあそう。顔出しするの？顔出しはしないですよ、うん、きっと。しないよ。なんですけど、やっぱりね、何これってなってもらう。まあ、なんか、かぶり物してね。あ、かぶり物は全然大丈夫です。うん、その時は体型が出るからね。そうそうそう、それとか、どぎついメイクとか。
ね。それはい、それどぎついないかんか。まあまあそんなこんなで、まあ、今年はだからまあ去年はねいろいろね、うん、あのまあ初めてとかなんとかクソとか言って甘えてた分、うん、ちょっともうちょっと頑張れ、さっきも言うとったね、もうちょっと頑張れっていうことです自分ね。はい、じゃあそんな感じで、まあ、感じで今年はね、うん、また改めてね、はい、あの一新気分も一新してね、そうですね、頑張った方がいいかなっていう、そうですね、そんな感じです。わかりました。いいですか。はい、じゃあ、いや、いいですよ、もちろん結構長いこと喋ってる、そうですね長すぎるわっていう、まあ、こういうラジオもね、カットしていただいたらいいんですけどね、ライブ配信ってこういうのでもいいと思ってるんですよ、だから、うんうん、いや、もうラジオ的に、ね、最後だけでいいです。なんか最初と最後だけ今多分使ったらもう全然15分で終わると思うんで、こんなもったいないことせんですけど、でもまあまあそんな感じで、まあ頑張りますよっていう、そこだけで、そこだけです。はい、はい、じゃあそんな形で、じゃあ今年もじゃあよろしくお願いします。今年も本当によろしくお願いします。はい、皆さんもあの、ね、ぜひね、あの長いことお付き合いいただければと思いますので、そうですね、はい、ぜひぜひあの今後も私とあんたチャンネルについて温かく噛んだけど今温かくね、見守っていただければいいかなっていう、ね、そうですね、思います。はい。じゃあ、いいですかね。はい、はい、大丈夫です。じゃあ、今年もよろしくお願いします、はい、ということで。はい、はい、そうですね、はい。よろしくお願いします。はい